はい、魚座の皆さんこんにちは、夏希です。いつもご視聴、コメント、高評価、それからチャンネル登録もありがとうございます。励みになっております。今回からですね、やっと星の動きを加えて説明する準備がやっと整いましたので、いつも前半と後半の動画を2つ出しているんですが、前半のリーディングのみ、星の動きも合わせてお伝えしたいと思います。またリーディングの方にもね、こちらの惑星の動きを含めた解説をさせていただければと思いますので、これからどうぞよろしくお願いします。まずですね、その月のその星座ごとにやっぱりテーマみたいのが惑星の動きで見るとありますので、そちらを最初に説明してからシャッフルに入っていきたいと思います。はい、ではまず魚座さんなんですけれども、11月はですね、魚座さんから見て、9番目の部屋に太陽が位置しています。ここに大きくスポットが当たる月となるんですが、11月この9番目の部屋っていうのが、高度な学問とか海外、スポーツ、それから向上心とか勉強をする、やっぱり自分の高みを目指すっていうところにスポットが当たります。はい、なので11月はね、資格の勉強をするとか、何かそういったこう、まあ、ビジネスでもいいのですが、まあ、趣味的なことでもいいですし、自分の何かね、スキルを上げるような、そういったアクションに思い切りスポットが当たるので、そこに後押しが来てくれます。なので新しいことを始めようと思っていろんなことを調べたりするのもいいですし、何かこう今までの自分と違ったような高みを目指すようなことに対してすごくスポットが当たります。スポーツを始めてみたりとか、11月にこう少し体を動かしてみるっていうのも惑星からの後押しがきますので、そんな風に過ごされるといいのかな、なんていうふうに思います。はい、ではシャッフルに移っていきたいと思います。はい、ではカードが出揃いましたので順番に見ていこうと思います。
私は聖地と逆宇宙を読みますので、ひとまず編集にシャッフルを取り入れてるんですけれども、リーディングからご覧になりたい方はタイムスタンプをいつもご用意してますので、そちらから飛んで好きなところからご覧になってください。はい、では魚座さんの11月前半のリーディングですね。まずは現状を見た後に11月前半の総合運、全体運、次に仕事運、最後に恋愛人間関係の順番に掘り下げていきたいと思います。はい、それでは魚座さんの現状ですね、プリンスオブワンズ逆位置、それからジャッジメントの逆位置、それからページのソード正位置で出てきました。うん、なるほど、そうですか。そうですね、やっぱり今の現状的には何か魚座さん自身に刺さるものがやっぱりあるんだなっていうふうに思うんですよね。何かやっぱり刺激があって、こんな風に生きていきたいなとか、こんな風に考えることって、今までなかったけどありだったんだなとか、そんな風に思われている方が多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。それゆえやっぱり今までの夢だったこととか、今まで考えていたような自分のビジョンとかに、あまりスポットが当たらないというか、やっぱりこう刺激というか、何かきっかけ、何か感じるものっていうのが最近あったのかなっていうふうに思いました。それはとってもいい傾向で、今までの自分の概念にはなかったものだったので、そこにスポットが当たってるっていう感じがするんですよね。なので今まで考えていたような自分のビジョンとかに、思いが当たらないっていうのはやっぱりいいですよね。前を見て新しいものを取り入れたからこそ、違うね未来を見ていけそうな、そんな境地に立っている方がいらっしゃるのかななんていうふうに思いました。まだまだこう歩き出せてはいないけれども、やっぱり思いに刺さるものがあったんじゃないかなっていうふうにすごく思うんですよね。いいですね。何かこのページのソードがね、聖地にバシッと立っているのがとても印象的だなというふうに思いました。でもその刺激的で、これから見る未来、新しく考え始めた未来に対して、すごく闘志が燃えてるっていう感じがするんですよ。動き出せてはいないけれども、やっぱり心の中はとってもメラメラしていて、そこにたどり着くのにどうすればいいのかなっていうのを、こう片足を踏み出して考えてるっていう感じがしますね。いいですね。ここからね、この新しい思いみたいなのが具現化していくような感じがするんですけれども、ひとまずね、11月前半の運勢ですね、見ていきたいと思います。はい、では総合運、全体運ですね。フォーブペンタクルス逆位置、それからエイトオブワンズ正位置、ザハイプレティスの正位置ですね。いいですね。何かことが早く展開していきそうな感じがとてもします。やっぱりその自分の新しく刺さったきっかけみたいなもので、自分の今までの概念みたいなものがどん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 外れていくんですよね。引き続き自分の凝り固まった固定概念とか、大事にしすぎてしまっていたこだわりとか思いみたいなのは、この11月の前半にね、手放せるって言われています。多分それをするからこそ流れが早くなっていくんですよね。そしてまた選択肢も広がりそうですし、そこに対しての分析というか、自分の判断っていうのが正しくできるような感じがします。正しくっていうのも、自分の中でやっぱりバランスが取れていくというか、一つのことのメリットにわーっていかないで、メリットもデメリットも考えた上で、こっちだなっていう風に判断がね、適切に下せるような感じがするんですよね。その流れが早い中でも、ちゃんと自分の頭がちょっとね、切れるというか、その流れの速さに対応できる自分がもういるっていう感じがします。いいですね。ちょっと補足も引いてみたいと思います。プリンセスオブワンズということで、いいですね。どんどん自分のやる気とか情熱が燃え上がってきそうな感じがしますし、またそこに協力してくれる誰かがね、現れてきそうだなっていう感じがとってもしました。
星の話を少し加えると、魚座さんから見て11番目の部屋に11月金星が入っていくんですけれども、11番目の部屋っていうのがたくさん人のいる中のコミュニティっていうような、そういう部屋なんですよね。少し大勢の方がいて、自分とあまり身近でないような、その身内のような近さではなくて、少し離れた距離のコミュニティ、たくさん人がいるコミュニティっていうような部屋になります。あとは未来を目指していくとか、そういう部屋にもなりますので、そこに金星というね、愛と美、それからすごく豊かで自分の想像力をかきたてられたり、自分が美しいと思うものを表す星金星なので、そこにスポットがねまた当たります。なので同じような考えを持っている方のコミュニティにどんどん足を運んだりとか、そういう中で、少しあまり距離が近くなくてもこういうことを思ってるんですよねっていうふうに話した時に、どんどんそこから縁が広がったりとか、またそこをね輝かせてくれるような出会いがあるんじゃないかなと思います。なので、補足は時系列的には少し後になるので、11月前半というよりは、半ばか後半ぐらいかなとは思うんですけれども、ちょうどその頃に、金星が魚座さんから見て11番目の部屋に入るので、そういうことをきっかけにね、やっぱりどんどんことがまた進んでいくんじゃないかなと思います。なのでやっぱりそういったコミュニティ、自分が少し勘みたいなものでもいいんですけれども、思っていること話せそうだな、そういう人と縁がちょっとつながりそうだなっていうようなコミュニティ場所には積極的にね足を運んでいただけたら良いのかなと思いました。はい、オラクルカードからもちょっと1枚いただきますね。マジックいいですね。マジックが起きていきそうですね、これから。マジックサラウンドミートゥデイということで、マジックはやっぱり自分の周りにね、いつでもあるよっていう風に言われています。なのでね、やっぱりそのマジックを起こせるかどうかっていうのは自分の行動次第だったりするんですよね。もちろん惑星の動きがあって、星の後押しや運っていうのはその星座その時期ごとに違ったりはするんですけれども、何事も運任せにしていても人生はなかなか前には進まないので、こういった動きをすることによって星から後押しがあるよっていうことなんですね。はい、なので、すごく流れも早くなっていきそうですし、自分の判断もね的確にできそうな時期になりそうなので、ぜひ人と出会えそうな場所とかコミュニティに足を踏み込むことでね、マジックが起こせると思います。はい、ではお仕事を掘り下げていきたいと思います。エイトオブワンズ逆、エースオブカップ正位置、それからキングオブワンズの正位置ですね。いいですね。お仕事に関しては何か着実に歩みを進められそうな感じがありますね。自分の中で仕事を淡々と着実にこなしていって、その中に何か新しい思いみたいのがやっぱり見つかるんですよね。日々仕事をしてても何か新たな発見があったりとか、ちょっと自分の視点を変えるだけで新しい気づきってやっぱりあるじゃないですか。そういったことかもしれないですけれども、何か今までと違ったような感情が湧き出てくるんですよね。すごくダイヤの原石のような、これから何かが始まっていきそうな、そういう思いが、11月前半にねやってきそうですね。いいですね。そこからのやる気っていうのがまたすごそうです。これなんだっていう風に自分の中で信じる力みたいのがすごい湧いてきそうなので、いいですね。その新しく生まれた思いみたいなものがすごくキーになるんじゃないかなと思います。これからの新しいきっかけっていう感じがするんですよね。ちょっと補足も引いてみたいと思いますね。キングオブソーズいいですね。またこうちょっと新たにクリエイティブに今までの概念にとらわれることなく進んでいけるっていう感じがします。その新しい気持ちを知ることで、これからのことに対して柔軟になれそうですし、何かやっぱりねすごくいいきっかけをもらったことで自分の考えがやっぱり変わるんでしょうね。概念みたいなものが変わってすごく柔軟になっていけそうですね。柔軟な星座さんなので、
いろいろこうね適材適所というか、それに対して形を変えたり思いを変えたり自分がこうアジャストしていくっていうのは得意な星座さんだとは思うんですが、結構その中でも面食らうような新しい思いみたいのに11月前半出会えるんじゃないかななんていうふうに思うんですよね。星の動きを少し合わせて説明しますと、魚座さんから見て10番目の部屋が仕事に当たるんですけれども、そこに水星が入ってるんですよね。水星っていうのは知識とコミュニケーションの部屋なので、ここでもやっぱり対人関係がすごくいいのかななんていうふうに思いました。10番目の部屋に水星が入ってるっていうことは、やっぱりそういうね仕事とかビジネスで関わるような人との、コミュニケーションが豊かであったり、そういう方から情報を得れたりとか、そういうことに後押しが入るということなので、また11月に出会う人、話す人、出会う縁っていうところからまた新たなね、気持ちをそこからもらうかもしれませんし、とても対人運がいいような感じがしますね。ビジネスにおいてもぜひね、11月前半に出会う方たち、あとは新しいご縁とかね、新しい取引先とか新しいプロジェクトのようなものがあれば、すごくねそこから何かが開けていきそうなので、ぜひ自分でちょっと興味を持って、その人と関わっていくとか、何か直感を頼りにしてもいいですけれども、ご縁みたいなものをね大事にしていただいたらすごくいいこれからになるんじゃないかなと思います。はい、では、恋愛人間関係を最後に見ていきますね。3 of pentacles 逆 9 of cup 正位置、それから3、逆位ということで、いいですね、すごく豊かですね。何か起こりそうですね何か友達の輪の中からご縁が生まれたりとか、すごくいい人に出会えるような感じがします。今探している方はね、それから片思い中の方も成就しそうですね。ナインオブカップと3が出てるので、もうなんか言うことないかなっていう感じもありますけれども、すごく豊かな時が過ごせそうだなっていうのと、それはやっぱりこう人との縁の中にあるっていう風に言われているんですよね。そういった人を交えた対相手、二人きりではないような、何か仲間がいるような空間の中で、何かね新しい思いが生まれたりとか、片思い中の方は二人の距離が縮まったりとか、そんなことがあるような感じがしますね。そこで見る新たな一面っていうのもいいと思いますし、そこがやっぱりね、なんだろう、2人で見せてる時の姿と違って、相手にとってすごくプラスに映るんですよね。パートナーさんいらっしゃる方、カップルご夫婦の方も、他者も交えた、空間、間柄っていうところにまたフォーカスがいくんじゃないかなと思います。またそういうお仲間がいらっしゃる方は、その人たちも含めた縁がねすごく強固なものとなって、でみんなでねすごく本当にこれから一生続く縁のように仲が良くなっていけるっていうのもありますし、もちろんねお二人の仲もすごく満たされた11月前半になると思います。ちょっと補足も引いてみたいと思いますね。なんかもう補足いらないですけどね引いてみたいと思います。プリンセスオブカップということで、やっぱりそうですね、周りに人がいるなっていう感じがとってもします。何かそのやっぱり行楽にもいい、季節にそろそろなってきたので、11月みんなと遊んだり出かけたりするような機会がすごくね、2人の仲をよく取り持ってくれるんじゃないかなと思います。そういう時間があるからこそ、2人の時間を大事にできたりとか、そういうところで見るやっぱり、いつもでは見ない一面とかっていうのがまた2人の関係を良くしてくれるって言われているんですよね。やっぱりここでもそうですけれども、先ほどね11番目の部屋、みんなとのコミュニティの中に金星が入ってるよってお話をしたんですけれども、それにもすごく値するかなというふうに思います。やっぱすごくクリエイティブで、愛と美、それから自分がいいと思うものっていう星なので、そこに後押しがきます。やっぱりそれがコミュニティの中にあるのは恋愛人間関係の方でも言えるんじゃないかなと思います。特にね、金星は恋愛の星でもあるので、ぜひ
皆さんと一緒にいる時間っていうのをね大事にされたら良いかなと思います。またね少し近いコミュニティの中でもそこがサンハウス、このウォーズさんから見て3番目の部屋、友達家族、近いコミュニティっていうようなところなんですけれども、そこに天王星も入っていますので何か大きくね変革が起きるっていう可能性を十分にいつも秘めているっていう配置になってるんですよね。なのでとっても対人、まあお相手ともそうですけれども、他者も含めた関係っていうのが今とてもいいので、ぜひそういった時間も大事にしていただけたらなと思います。はい、オラクルカードも引いてみたいと思いますね。おお、イルミネーションいいですね。またサンのような華々しいカードが出てきましたね。いいですね、イルミネーションなのでやっぱりキラキラしたところに出かけるのがいいんじゃないかなと思います。キラキラしたとこでもいいですし、賑やかなところ、人がいっぱいいそうなところでもいいですね。人に人気のところとかでもいいと思います。そういうところを調べてやっぱり外に遊びに行くっていうのがねいいアクションになるかなと思いますので、ぜひお二人でももちろんですけれども、他者グループ仲のいい、お友達も含めてお出かけになると良いかと思います。はい、では、11月前半の魚座さんに向けてこちらのオラクルカードから1枚メッセージをいただいて終わりにしたいと思います。インナーチャイルド、いいですね。なんかちょっと珍しいカードが出てきました。あんまり出てこないので、イノセンス、セルフアウェアネスということで、いいですね。昔からこう秘めてたような自分のインナーチャイルドに立ち返るようなことがもしかしたらあるかもしれないですね。ああ、本当はこういうふうに子供の頃思ってたなとか、こういうことされたかったなとか、こういうことをずっと昔から大事にしてるなっていうものに、ある時自分で気づくようなこととかって、皆さんなんかふとした時にある方もいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけれども、そういった瞬間がもしかしたら11月前半にね起こるかもしれないですね。やっぱりそういうふうに気づいた時っていうのはタイミングだったりするので、そこでやっぱり本当の自分の気持ちとか今までずっと抱えてた自分の思いに気づくっていうのはすごく大事なねアクションになりますので、そこの気持ちに気づいた時にはねぜひ、その心を大事にして少し日常にね反映させるようなアクションがあると、とても自分の心も癒されますし、自分の今までのね傷を浄化するようなこともあるかと思いますので、ぜひねそんな思いに気づいた時にはやってみてください。はい、ではですね、ちょっと初めて星の動きを交えながら説明をさせていただいたので拙いところもあったかもしれませんが、またねこれからも分かりやすく伝えられたら良いかなと思いますので、引き続きご覧になっていただけたら嬉しいです。はい、ではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。失礼します。